今回もですね、エープムーブについてお話ししたいと思います。昨晩がですね、ものすごい値動きをしまして、これが昨日の値動きになるんですけども、まず流れをおさらいすると、サンドル付近でこちらのデックス上にエープが登場しました。そこからですね、 一気に買いが入って、7.6ドルぐらいかな ?7.5 ドルぐらいまで一気にパーンと上がって、そっからですね、なだれのようにこう下がり続けて、だいたい1ドルをちょっと割るぐらいまで下がったんですよね。このあたりまで。で、そこからですね、また復活して、今度は4ドル付近まで上がりました。で、そこから少し売りが入って、まあ、3ドルぐらいですかね。そのあたりまで下がってからですね、ここからがすごかったですね。 これは昨晩の1日での出来事なんですけど、もうこっからガン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 買いが入って、大口もこの辺でガンガンガンと入って、だいたいですね、朝方ぐらいまでで、7ドル付近、6.5ドルから7ドルぐらいまで上昇しました。でですね、一旦ここ横横行って、 で、下がるかなーと僕は読んでたんですけど、まさかですね、こっから10ドル付近まで上がるんですね、一気に。で、もう少しで11ドルいくかっていうところで、今は一回下がって、また上がって、下がって、また上がって、下がって、ちょっと右肩上がりなんで、これがですね、どう動いていくかっていうのはなかなか予想がつきにくいんですけど、僕はですね、ここの4ドルで拾いました。というのも、僕はゲームに参加するためにこのコインを買ったので、 ここでですね、倍になったからといって、利確するとかっていうことはしなかったんですけど、まあもう2倍ですよね、8ドルの時点で。で、この辺で売っちゃえばかなり利益が取れた状態でした。なぜこのような動きをしたかというと、Ape プムーブがですね、 靴を所有するだけではゲームトークンを稼ぐことができないアプリとなっています。で、靴のレベルを10にしなければゲームトークンを稼ぐことができません。そこで使用されるのがこの A ープというゲームトークンなんですね。この A ープを使い靴のレベルを10に上げることで初めてゲームトークンである A ープを稼げるようになるという仕組みになってまして今 A ープムーブのこの A ープが X 上に登場したということで靴のレベルを上げようっていう人がこんだけ 買いいを入れれたっていう流れになっててう流にになますでですでで中はねコインの売買益を狙って参加している人も中にはこの辺にはいると思うんですけど今この流れを見る限りほとんどはゲームに参加してる人なのかなと思いますで一度ここの10ドル付近ですね新規参入者が一旦やんだのかなとでその流れを見て売りが入り出してこう一旦横横横っていって 出るような感じなのかなと僕は思ってます。で、まだ少し右肩上がりなんで、まだ新規参入者の方が少し強いのかなと。で、ですね、靴のレベルを上げるということは、ゲームトークンを燃やすことにつながりますので、もうそこからですね、そのゲームトークンは売られることがない。なので、この売り圧も少ない状態が保たれているという今は状況なんですけど。 ここからですね、みんながレベル10になった時っていうのがやっぱり下がり時なのかなっていうのが 僕の今の推測なんですけど、みんな歩き出したら、どん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 最初は理覚していきますから、エープを売る流れになります。そうなった時が、この山場の下がり時かなと思っていて、昨日から始まったエープのデックス上の登場。で、レベル10に上げるためにはですね、だいたい55時間かかると。で、だいたいですね、もうずっと起きてたとしても、3日ぐらいはかかっちゃいます。なので、昨日から数えて、昨日、今日、 明日、明日か明後日ぐらいには、 そろそろエープを売り出す人が出てきますよね。まあ、例えばレアの靴で歩いた時に一足持ちだとしたらだいたい二十エープ稼げたとしましょう。そうすると今の価格だと二十かける千円と計算しても二万円稼げちゃうわけですよ。で、その二万円がガーガーガッとみんなが売り出していくとそれは絶対に下がる流れになりますのでさあそこでどうなるっていうとこなんですよね。で、その下げ止まりがどこになるかっていうのは僕はちょっとまだ検討が ついてなくて3ドルぐらいで一旦抑えてくれたらいいなっていうのが僕の希望ではあります一番いいのは新規参入者がまだまだどん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 増えていくっていう流れなんですけど そうすればですね、このまま価格は維持するか少し上昇していくかっていう流れになりますので、少し延命ができると。みんながみんな一足持ちの状態で利確全員が利確に走っちゃったら、もうこのプロジェクトは破産すると思います。このまま緩やかに下がっていき、全然稼げなくなり、ああ、じゃあ他のプロジェクトでいいやってなってしまって、人が離れていくと。で、流動性も全くなくなって、エープの価値ももうね、1円を切るとかいくかもしれません。 そういう未来も一応考えておいた方がいいかもしれないですね。つまりですね、今から大体1、2週間が僕はリミットかなと、原子回収の。で、そこからですね、どれぐらい持ってくれるかっていうことなんですけど、1ヶ月で考えておくと結構気楽なんじゃないかなと思います。もう確実に3日後、えー、昨日、今日、明日、明後日、この土日ぐらいで、エープの価格が下落し始めると僕は予想しているので、その下落がですね、 どうだろうなぁ。1ドルに達するまで、そこまでに原子回収をしておきたいっていうのが僕の気持ちです。理想で言えば、 このまま横でずっとキープして、まあ、8ドルぐらいまで緩やかに下がってくれたとしたら、8ドル計算でいくとですね、8ドルかける大体138円は、ま、1100円としてですね、1100円かける1日20エープとして、22000円稼げる、8ドルでも。で、その状態だと、原子回収、最速でできるんですよ。で、僕の今の状況をお話ししますと、とりあえず今日、エープ80、ベープが16000ぐらい必要って書いてあったんで、 レープも万揃えましたで、現時点で靴のレベルがレアの靴なんですけど、レベル3になりました。あと1時間ほどでレベル4になります。で、今日中にレベル5まで上げちゃって、で、そのままレベル6にする流れで寝て、明日からレベル7、8、9、10なので、僕の場合明日、明後日かなっていうところですね。で、明後日から歩き始めると。その時点で、6ドルとか、欲を、 書けば8ドル、6ドル。まあ、最悪3ドルでちょっと考えてたりするんですけど、3ドルだった場合、僕は1日1万円稼げる。大体ですね。1万円稼げるっていう計算を立ててます。で、僕が今、いくら原子使っているのかというのはですね、昨日の時点で4ドルの時に50エープ仕入れて、それが大体2万8000円ぐらいだったんですね。で、今日僕はちょっと下がると見込んでて、 30エープ安く仕入れられるだろうと考えていたんですけど、思った他に上がっちゃって9ドルちょいぐらいで買っちゃったんですよね、30エープ。なので合計で僕は約7万8千円ぐらいですね。まあ約8万としましょうか。8万円使っています。なので、もしこっから3ドルぐらいに平均3ドルとしましょうか。緩やかに下がるとして、こっからの7日間、8日間。 8日間3ドルを切らずにまあ緩やかに下がっていけば僕は大体あさってから1週間から8日9日 ぐらいで原子回収が完了するっていう推測です。なので、まあ十四日、7月24日、日曜日にレベル10の靴が完成して、1、2、3、4、5、6、7、8、8月1日には原子回収を完了していたいと考えています。今の計算はですね、3ドルで1日1万の計算でしたので、それが6ドルぐらいでまあ推移してくれたりとかしたら、もう倍ですよね。倍の速さなんで、3、4日で、 回収できちゃうとここがね、僕の今の賭けなんですよね。原子回収が完了するかどうかっていうね。問題は先ほども述べた通り、新規参入者の割合と、 レベル10の靴を完成させて、エープを売り出す人たちがどっちが割合、エープの枚数的にどっちが多いかっていうバトルですよね、これはね。エープの購入が多いのか、エープの売却が多いのか。で、エープの価格は決まりますから、そう考えると、エープの購入は現時点では9.5ドルなので、9.5×130。まあ、今だいたい1枚1300円なんですよね。で、 80エープ揃えないといけないってなると今10万5千円ぐらいなんですよ。ここにベープもかかってきますからベープは約1万ですね。つまり11万5千。まあ10万円と考えたとしても1人参加するごとに10万円で参加者が増えれば増えるほどエープの価値は上がっていきますからここはね結構複雑ですよね。で一日に歩いて理覚していく人が例えば一日二万円だったとして五人で 一人分を相殺するっていう形になりますよねどうなんだろう なんか理覚組の方が若干やっぱり多いような印象は受けますかね。で、こちらのですね、ベープ。ベープの方にも少し触れておきたいんですけど、こちらも昨晩の間にエープに釣られてガーッと上がっていきまして、だいたい0.006まで上がったんですね。で、そこから今下がって0.0046ぐらいまで下がってます。まあ、こちらについても靴のレベル上げに使いますので、まあまあ、新規参入者が増えれば上がっていくのかなと思いますが、結構小学 で皆さん買われてるので。 この辺は売り圧がすごいですね。エープ、上がらないだろうと見込んで、ベープに陶器組が入ってたんですね、ここにね。で、投機組が今、ここ抜けてる感じ。こっちのエープには陶器は入らなくて、ベープの方にみんな陶器したっていう形ですね、これは。で、ここで今みんな理覚しちゃったのかな。まあ、これでもだいぶ儲かってますからね、ここの辺でインしてれば。ベープに対する僕の考えは、とりあえず長期保有コインだなと思ってて、まあ、ステップンで言うところの GMT。GM も最初はそんなに価格がついていませんでしたが今では130円ぐらいかなまで上がってますんでこれが将来1円になったとしてもね0キル2個かもうその時点で100倍かなって考えたら 結構長期保有では夢を見れる通貨ではありますよね。ただ、それはステップンのようにプロジェクトが進んだ場合の想定です。プロジェクトが終わればもちろんベープも終わります。エープも終わります。お、また買われてる。また10ドルいった。すげえな。いや、ずっと価格上がり続けるな。なかなか下がらないな。いや、僕としては嬉しいんですけどね。こうやって延命してくれれば。なので、僕はあくまで1ヶ月しか持たないっていう想定で原始解消をとりあえず急ぐと。一足で。で、ステップンの時の僕は 僕の失敗として1足持ちから3足持ち9。足持ちっていう風にどん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  gst を焼却していっちゃったんですよ。で、原子回収を後回し後回しにしちゃったので今回はですね。もう原子回収を。 急ぐ。で、最初の一足でも稼げるうちに稼いじゃって、その後はですね、もうトークンとかが安くなってきたら、遊びで3足、9足、15足、30足で増やしていけばいいかなっていう感じで考えてます。で、元々はですね、ステップンで失敗したから、ステップンに似たシステムのエープムーブで安く遊ぼうっていうのが僕の最初のエープムーブを始めるきっかけだったので、これがですね、まあ1ドルとか1ドル切ったとしてもそこに戻ればいいだけなので、 その前に原子回収だけ終わらしてしまえばですね、もう欲を書くことなく、そこに戻ればいいかなと。そこに戻るまでに、いきなりこう、一直線で落ちるわけじゃないので、落ちるとしてもこういう流れがあると思うんですよ。その間にですね、原子回収を終わらしてからは、 全て利益になりますから、そこの間でいくらか稼げたらいいかなと。まあ、2ヶ月じゃないですか。大体。で、ステップの時を参考にしても、ステップの事例があって、もうみんな慣れちゃってますから、やっぱりこういう速度って加速してくると思うんですよね。ステップの場合は5月に崩壊して、まあ中国の規制とか色々ありましたけど、まあ運営のね、ちょっと考え方の押し通しすぎみたいなのもあったし、 いろいろあって、ステップンは5月頃から崩壊したんですけど、まあ2月ぐらいの時点では稼げてたっぽいので、まあ3ヶ月ぐらい持ったとして、まあこういう第2の第3の第4のプロジェクトっていうのは、まあ1、2ヶ月で一旦バブルが崩壊するんじゃないかなって思います。まあただ、エイプムーブの運営がどう出るかによってまた変わってくるかなと思うんですけど、なかなかね、運営元がどういうところかわからないっていうプロジェクトは、コラボとかは組みにくいのかなとか思って、 たりもしますが、まあ、例えばですねアディダスとかナイキとかあんな一流に行かなくてもちょっと二流三流の靴ブランドメーカーと組んでやるっていうのもありじゃないかなとか思うんですけどねというわけで以上がですね僕の現状と戦略についてでした皆さんの考えもですね参考にしたいので コメント欄で教えてください。えー、あと、もう一つ、新情報というか、こちらの、エープムーブのマーケットプレースに靴が並んでますね。もう売れるようになったんですね。で、最低価格が0.0004。えっ、ー、と、15円かなこれ。0.0004。15円ぐらいですね。コモンの靴が売られてますね。まあ、ジョガーランナー、ウォーカー関係なく15円。 が一番下になってますねで一番高いのは参考にならないと思うんですけどもうこんな風にコモンのランナーを 7.9BNB で出してる人とかいるのでここかなユニークが 5BNB とか 3.8BNB ちょっと絞り込んでみましょうかレアを見てみた時に最低価格が0.008レアで0.008だいたい300円ですねまあ300円から500円ぐらいあれば レアの靴一足買えますよっていう感じですね。まあここが売れるかどうかはちょっと微妙なとこなんですけどね。そもそもエイプムーブを知らない人が多い状態で、まだここにたどり着く人も少ないと思うんですよ。そもそも iPhone にはアプリがない状態なんで、まだ少しここが売れ出すのはまだ少し先かなと思います。 で今日ですね、いよいよフリーミントが終了してたので、靴を手に入れるならもうここしか、マーケットプレイスしかないので、いつかは売れるんじゃないかなとは思いますけども、そんなに流通が激しいかというと、そうでもないかなとは僕は思います。で次はユニークなんですけど、ユニークの最低価格が 3.8BNB。俺はだいたい14万ぐらいですね。ユニーク5足しか出てないな。 これが14万か。で、さらにこれを買ったとしても、レベル10にするのに10万ぐらい今かかるんで、ユニークで始める、ここで買ってユニークを始める場合、今25万かかりますね。この上のレアリティについてはさすがにないですね。コモン、レア、ユニーク。コモンの一番安いので15円。レアの一番安いので300円。ユニークの一番安いので14万円ぐらいという感じになってます。いやー、いよいよ靴に値段がつき始めると、まだまだ 安いいとは言え面白いですねでレベル10の靴は売られているのかというとまだレベル10の靴はないですねレベル5の靴もないレベル2の靴はありますねここにレアのレベル2の靴レベル3の靴も一足ありますここにっていう感じで今全体の靴の数が1060シューズ出てますよって書いてありますそんな感じですねではまた明日動画でお会いしましょうさようなら